はい皆さんお疲れ様でした2017年平成29年管理業務主任者本試験、えー、一応タイトルはですね、えー、本試験解説速報となっておるんでございますねあ回答速報でごめんなさい回答速報ね、えー、となっております、えー、まあ担当ね、えー、しますのはねこの民法と区分法をね担当します私小野と申しししまますすよろしくお願いしますさあ私ですね、えー、と区分法と民法をね担当しまして で前より実務系のところですねうんと規約とそれから委託契約書とそれから適正化かな、えー、この辺りでね太田先生でそれからあとは会計と設備系は亀田先生にねお任せするというパターンで、まあ、3人のこうしてね、えー、それぞれのパートについてお話をしていくという形になりますでまあ一応私もですね50問ざったら見たんでございますけどね、えー、他のところは別のね、えー、まあ太田先生と亀田先生の担当なんで、えー、民法区分法のところにね絞ってお話をしていきます で大体15分ぐらいかな15分ぐらいね、えー、お時間としては。いや何でかって言いますとねえっ、ー、とまあごめんなさいねが一個ついちゃうんだけどねこれあの解答速報っていうからねじゃあ問いの1番正解値何番とか言ってねでこれを答えねなんでこれは答えになるかとかっていうのをご期待してご覧になってる皆さんすいませんそういうことじゃないんです。うんえー、それはまた別途ですね、まあ、正解の番号っていうのはねは発表します。 なるべく早い段階でね、発表します。まあ、私がね、ここでお話をするのは、ね。まあ、いわゆる、今回の傾向です。今回のね。管理業務主任者試験の、まあ、民法と区分法の。傾向ね。まあ、そんなお話、つまり、分析です。まあ、軽い分析をやってることを思ってるんです。で、これもですね、問題について解説を始めちゃいますとね。今わかると思いますが。だから私、正解番号、言わざるを得なくなってしまってね。まあ、それは一見なんです。まあ、正解番号をちゃんと発表し。 ねえー、それよりも早く私今話をしてるんですね, <laughs> ね。まあだから大体これだろうって言ったら分かるんですがそれ言えないんですごめんなさいね。まあだからね問いの一番ね「な正解し番号を言ってくれ」とかねもちろん皆さんそれが一番ね、えー、まあ期待なんでございましょうけど待ってるんでございましょうがそれはまた別途ね、えー、もうできるだけ早い段階で公表してるはずですウェブでね出てるはずなんで、えー、そちらをご覧になってください。ね、でまあもちろんねじゃ解説ね。 例えば自分はね問いの一番間違えたと。なんでだと、ねえー。ちゃんと説明してくれというものをまた別途の話になっていきます。まあさすがにここでですね15分で全部の解説ができはしないしね。まあということなんで、まあ、そういうのを期待してご覧になっている皆さんごめんなさいね。んあの正解番号とか、えー、解説とかってのは、ね、細かくやらないんです。要するに全体のですね <laughs> <coughs> 失礼。ごめんなさい。えー、今回ですね、まあ、平成29年度ね2017年の管理業務主任者。 まあ民法と区分有法ねまあどういった傾向だったかってことをお話をしておきたいんですで今回どうだろう、えー、受験なさった皆さんねうん結構楽だなって思った方多いと思う、ねえー、民法と区分法とかね,ねまあ結構楽に答え出ちゃったかなって思った方多いんじゃないかなえー、っと私もですね これ問題見てね、A、で分析をしてねで裏を取ってまあということ作業をねやっていたんですが割と楽に答えは出ましたまあただこの楽に答えは出たっていうのはね試験会場に行ってこの緊張下において手元には何もなくてまあ要するに筆記用具と消しゴムと時計しかなくってそういう状態で2時間でやると言われてすらすら解けるってもんじゃないですよね。 我々があのいわゆる回答出しをすると時には本こんなに積んでねでインターネットつないでね, <laughs> ねでもってさあどっからでもかかってきなさい状態で裏を取りますから、ね、まあそうすると裏は取りやすかったつまり問題が素直だったんです、ね。いわゆる民法の規定そのまんまとかね A 区分法の規定そのまんまとか、ね、あとは、ね、A 標準管理規約の規定そのままとかねなの、ま、に結構多かったんですね。 で、えー、中には「おいおい」ってのもありましたよ。うん「そこ聞く?」ってやつねもう見たことないんすけどっていうやつねありました。でもそういう問題もね、えー、調べてみたらなんだその通り書いたんじゃんってその通り書いたんじゃんっていうのがあったんですね。うん、まあ、だそういう意味におきましては今回は特にひねった問題とかね、うんえー、要するに細かい解釈をね解釈というかいろんなことを考えて原則こうで例外こうでとかね まあい,こといろいろ考えて答えを出すようなものはあまり多くなかったと思います。区分民の世界、ね、まあ逆に言うとそれっていうのはいわゆる基本的な知識を正確に抑えてる方ね、まあ、あるいはもう一個大きなポイントがあったんですが、ねえー、要するに過去問問ですよ過去問、えー、過去去に取材された問題をね、まあ、それをしっかりとこなしている皆さんは比較的解きやすかったんではないかと思ってます。 いやどういういいことかとか言いますと、ねまあ今回の大きなね全体的な特徴でいきますといろいろねあちこち聞かれてはいましたけど、ねまあ、例えばでございますけどね、えー、いわゆる管理組合法人管理組合法人に関する問題が何点かね何問か取材されておりましたよね。あとは幹事の権限強化の問題もあったし。まあ、というわけでね、まあ、最近。 ね <laughs> まあ幹事のね権限強化で、ね、まあここは二年ぐらい前の改正でございますが、えー、最近よくねクローズアップされるようなところをね過去問でね、えー、過去問で最近クローズアップされるようなところをまた聞いてきたのかなという気がするんですでその時に例えばねねまあ幹事の権限強化っていうのはさあそうだったからちょっと置いといて,おいてねえっ、ー、と法人ですよ管理組合が法人化すると管理組合法人が代理になるんでしょ。 で法人というのは法律によって認められた独立の人なんですよ。だから管理理組合法人人が代理人なんですねというのは例えば我々ね栄光士が講義をする時もここがね違うとこですよとかねいわゆる管理組合が法人化されていないとこと違うとこですよねなんて言い方をする理事さんは代表者であって代理人は管理組合法人なんですよって。 だとするとねまあ例えば、ね、区分所有者の代わりに何かをする時の主語は管理組合法人じゃなきゃいけないとかねまあそういった観点から答えが出るというかねそういう選択肢もあったはずです。まあでこの辺りはねどんな講義でも申し上げるしその仕組みですよ、ね、管理組合が法人化されていないものとされているものねそういった仕組みもうこれは本当に基本中の基本でしょ そういうい基基本本中の基本の理解がちゃんと、ねえー、管理組合法人というのは独立の人であってその法人の人が代理になるんだよってこと、えー、素直に捉えることができる方にとってみればおこれ、えー、あの問題かって分かるものがあったはずなんです。というその時にねやっぱりこの深読みする方ですよ深読みする方ね。いや管理組合法人は、うん、確かに代理人かもしれないけどさ実際は理事が動くでしょ理事が動いて代表者で理事が動くんでしょ ほんじゃあ理事さんがこういうことするんじゃないのとかねいやだからそれは現実的な問題で法律上の話は誰が代理人かっていうのは法人なんですと以上終わりなんですよんまあそれ実際によって考えること言い方をしますとねほんじゃあ、ね、日本中の、ね、管理組合をね呼んでどういう実態をねやってるかとかいう問題になっちゃうでしょ。 ね、そうすると民法でもなければ区,、ね、区分所有法でもなければ標準管理規約の問題でもないんですよ。ね、そうではなくてね日本における管理区民の、ね、運用の実態についてとかね以下の中で正しいものどれかとかねそういう問題になっちゃうんでだからそういう話じゃないんです。もうそれがばっちり割り切るしかないんですよ。制度はこうなってるってね法律の制度はこうなってるんだと。でそういうところですね本当に素直に状況を読み取ってで基本的知識として身につけている方はできた問題が多かったと思う。 あとはねえー、と例えば誰が何をしますかって誰が何をしますかって、ね、その時に理事なのか理事会なのか総会なのかねまあ集会ねですね区分法でなのは集会ですよ。なんていう時でね要、えー、するに <laughs> まあ、えー、理事会が何とかをするっておおそのまんまって。っ、え、て、ー、いうのがあって。 その時にね、やっぱり深読みする方はいや理事会って言ったって結局理事長がやるんじゃないのとかねだから理事長の間違いねこれそういうきっかけかなとか、ね、思う方いらっしゃるかもしれないんだけど、ね、いやそういう問題ってまず出さないんですよね。<coughs> 理事長が何とかをするってやってねだから今申し上げたように結局理事長の名前でやるんじゃないのとかって明け足を取られたら困るんですねだからね過去問しっかりやってる皆さんは分かるはずなんです。要するに理事会なのか集会ね総会ね えー、なのかっていうところね結構聞かれるんですよ。理事会だけでこれを決めちゃっていいんですかいやみんなの意見をねちゃんと聞いて総会でやらなきゃいけないんじゃないんですかってね。だ理事会か総会かっていうね、えー。いったそういった区別を聞かれる問題っていうのはそこそこあるんですけどね。これ理事長ですか理事ですか理事会ですかってね。あんまりないですよそういうところね。えー、そういうの引っ掛けてくる問題ってほとんどないんです。ちゃんと過去問やってますとね、えー、そういうものはなくてね。 えだからあこれ理事会ではなくて理事長なんじゃないかとかね、うんえー、どうしようこれね、えー、まあ普通に丸つけたいんだけどもしかしたら引っ掛け問題とかね、えー、深い見してしまう人は迷った問題がね選択していくつかあったかと思う、うん、まあですから今回ですねまあ特徴といたしましてはね、うん、まあ民法もそうそれからね、えー、それから区分法もそうだったんだけどなん、ね、というか素直なんですよある意味ねある意味素直、ね、だからそのまま素直に抑えてくる皆さんはねそのこと得点できたと思うんだけどね でえー、ただそれって結構ですねさっき申し上げたように本いっぱい積んでねもうネットもつないでねさあおいで状態で行くならば、えー、それは素直って言っちゃうかもしれないけど、うんえー、ただ試験会場行きましてね2時間の制約の中で「えー、これ〇〇○○×ツとかね,ね、えー、OK 素直な問題ってあまりできないんですよ。やっぱりいろんな知識がね頭のか駆け巡ってしまって、えー、でもってねあれもしかしたらとかね記憶違いだったかなとかこれ引っ掛け問題かなってもう人間絶対そう思っちゃうんですよ。うん まあですからねそういう意味においては、ねえー、どうなんだろうな解きにくいとは言わないけれども自信持っって正解を出せる問題とうのはそんんなななに多くなかったなと思うんですね要するに例えばね自分は2が答えたと2が答えたとここで答え出すこれは、えー、ある程度自信はあるんだけどねじゃあ4番絶対×って、ね、例えばね正しいものはどれですかっていうんでよし2丸であると。うんえー、ね1と3は×でね2が丸であると。じゃあ4も比較をすれば 2が正しくって言うのは罰だと思うんだけど絶対 <laughs> どこどこ絶対に罰にするのって言われるとまあちょっと迷うけどねってただまあだから自信持ってね、えー、その自信持ってっていうのが100%の自信を持ってっていう問題はそんなに多くなかったという気がするんですよね。ただまあねえー、まあ要するに後で考えてみてもね見直してみてもやっぱりこれは2ってね、えー、よかったよねっていうふうに思うような問題が多かったかなと思う。 まあだからちゃんと基本的知識をしっかり身につけてねあと過去問をねしっかりとやってる皆さんは比較的取りやすかったんじゃないかと思う。あとはですねそのやっぱり素直な発想っていうのもね必要だったかなと思うんですよ。例えばね。あとねあそっか素直な発想っていうかねそれも金合わせなんですがとしててななかかっったかなってそれも心配はありますあのほらねいわゆる問いの一番だったっけ ね、えー、ちょっと,待ってと問題持ってきていいんですが私いろいろな目も、ね、入ってるのお見せできなくて困っちゃうんだけどね。あそうね問いの一番だよね。えー、要するにほらね定答権共有でさ、えー、建物ですよマンションでも建物だからね、えー、建物を共有していて定答権を設定するって持ち分に定答権を設定する自由だったじゃんって。うんね、持ち分権に定答権を設定するのは自由だよ。でもこれ違うよね。ねえー、この1個ですよ建物に定答権を設定するって言ってるよね。 じゃあ定等権の設定っていうのは保存、変更、管理、どれになるの、えー、保存、管理、変更ね。これ変更になるでしょ。えー、というふうにう、ね、思われたかどうかですよ。処分だから。ね、えー、定当権って処分ですから。ね、まあ処分というところねうまくね、それは素直にいけたかどうか。もう一個は、これ聞いてるのは、ねえー、持ち分権じゃないからね。持ち分権に定当権設定だったらね、まあ、単独の意思でできるかもしれないから。自由に為定等権だから。話変わるんですよ。 えこれ処分の話になっちゃってるんでね。というところを早とちりしてませんかってことなんです。えー、もしかしたら皆さんの中でね、まああれな何これ結構簡単じゃんってね。えー、持ち分権に低当権ね持ち分権の譲渡とか低当権の設定とかこれ自由にできたよねとかね、そういう早とちりをしてないかなともちょっと心配なんですよね。割と今回選択肢短いものが多かったんです。だから読むの簡単なんです。でその複雑会議なね、これ何書いてあるのって。<laughs> ああのの管理部の修の試験でもねね時々ありますよ、ね、もう何書いてるかさえ分かんないですけどってやつね「福、え、々、ー、文」になっていてね「主語どれ?」って「述語どれ?」って、うん、まあそういうものもなかったはずなんで,で読み取りはできるで逆にね「早とちりをしたりとかうっかりミスをしたりとかいうことをやってませんか?」っていうのがちょいと気になるかなと思う、うん、だから読みやすかったがたびにね早とちりをね誘発してしまった人もいるかもしれない、うん、あとはね、えー、要するにうっかりミスですよ あ、しまったこれやっちゃってるという人もいるかもしれないだから、えー、結果的にどうなるかってわからないんですまあ、ただ全体のね、えー、要するに今回の民法と区分法に関して言えばね、そんなにんひねったとかねこれちょっと判断できないよとかね、えー、そういう問題はなかったんですんまあだから割と皆さんね解きやすかった印象あったと思うんだけどそれであってますただ問題は、えー、ちゃんとするね素直に基本的な知識を当てはと答えが出せたかどうか、ね、そこにポイントがかかってくるかなと思う まあだからね、えー、今回例えばね答え合わせをしていってねまあ多分答え合わせしてて自分は多分間違ったとするじゃないでもあやっぱりそうかっていう問題が多いんじゃないかなと思う。ね、いや答え合わせしていて、ね、自分は間違えた絶対おかしいと、うんえー、これはね絶対自分は正しいとこういうふうに考えるべきであるとかねいう問題はねなかったんじゃないかと思う。うん、まだそういう意うにおきましたね、えー、まあ裏を取るのはね割と楽だったんだけど試験会場ではつらい問題も結構あったかなと思う。 まあそれは今回特徴だとということになりますねだからねやっぱりね過去問をしっかりやってる人は、ね、手応えを感じたんじゃないかなと思ってます。まあとうとで、ね、15分ぐらい経ちましたんでね、えー、まあ区分法と民法の話は以上とさせていただきます。まあとりあえずね皆さんね今まで頑張ってきたんですからねまあゆっくり休んでください。はい、それではね民法と区分法の、えー、っとこれは2017年の公開でた、ね、管理業務主任者試験回答速報ですね以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした